のリサイタル。月曜日はピアノ独奏をお聴きいただいていますが、今日は大島喜美子さんの演奏でハイドンとモーツァルトの作品をお送りいたしましょう。その大島喜美子さんはフィリス女学院短期大学音楽科及び研究科で学び、田中菊氏、大島正康、豊松昇の各氏に師事されています。ウィーンではザイデルフォーファー教授の教えを受けました。昭和30年以来フィリス女学院短期大学音楽科講師、山手音楽教室講師を務められています。演奏活動の方は昭和27年から始め、その後育児のため中断期間がありましたが、昭和53年から再開、地方での演奏会を含め活躍していられます。では大島喜美子さんのピアノ独奏、初めの曲はハイドン作曲ピアノソナタ破調調方本鍵番号 16-50 です。数多くピアノソナタを書いたハイドンの晩年の作品で、ロンドンで書いた最後の3曲の中の一つです。ではどうぞ。
ドン作曲ピアノソナタ破調調方々鍵番号 16-50 でした。今日の午後のリサイタルは大島貴美子さんのピアノ独奏をお送りしています。次はモーツァルト作曲デュポールのメヌエットによる変奏曲ケッヘル573です。モーツァルトが世を去る2年前の作品ですが、デュポールは当時ベルリンの宮廷室内楽長であったフランス出身のチェロの名手でした。そのデュポールのチェロと通奏低音のためのソナタ第6番のメヌエットを主題に9つの変奏曲を書いたのがこの曲です。ではどうぞ。Thank you.
モーツァルト作曲、デュポールのメヌエットによる変奏曲、ケッヘル573でした。今日の午後のリサイタルは大島貴美子さんのピアノ独奏で、ハイドンとモーツァルトの作品をお聴きいただきました。